ジーナ・デイビスは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州出身の女優である。父親はエンジニア、母親は補助教員。子供の頃からチアリーダーを夢見ていたが、長身のために果たせず、ボストン大学に入学して演技を学び、卒業後、ニューイングランドの劇団を経て、ニューヨークでモデルや CM 出演をする。あと、TV シリーズに出演。下着メーカーのカタログで彼女を見た。 シドニー・ポラック監督に抜擢され、1982年、トッチーで映画デビュー。1986年、ザ・フライで注目を集める。以降、1988年、偶然の旅行者で型破りな犬の調教師役を演じ、アカデミー助演女優賞を受賞。1991年、テルマルイーズでテルマ役を演じ、 アカデミー賞主演女優賞及びゴールデングローブ賞にノミネートされる。野球のキャッチャー役に奮した1992年、プリティリーグでもゴールデングローブ賞にノミネートされている。2006年、マダムプレジデント正常期をまとった女神で第63回ゴールデングローブ賞で主演女優賞を受賞。エミー賞にもノミネートされた。2019年の 第92回アカデミー賞では、ジーン・ハーショルと共愛賞が授与された。コメディからアクションまで、幅広くこなす演技派女優として活躍している。2018年の時点で、私生活では4度の結婚歴と離婚歴があり、1982年に、レストラン経営者と結婚するも翌年離婚。1987年、ザ・フライで共演したジェフ・ゴールド・ブラムと再婚したが、 1990年に離婚。1993年には映画監督のレニー・ハーリンと再婚したが、彼の監督作品に出演した後、1998年に離婚。2001年、友人を通じて知り合った15歳年下の下界と2年の交際を経て4度目の再婚をする。2002年4月に46歳にして、 初産で女の子を出産。2004年5月には双子の男児を出産しているが、2018年に離婚。2011年に、ユマサーマン、ジョシュ・ハートネット並びに、モデルのシャネル・イマンと共に、米国国際開発庁のいわゆるアフリカの核無け事前事業の広告等に抜擢され、事業開幕となった11月に、早速、ホワイトハウスで演説。ありがとうございます。